どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、1週間のキャッシュレス、ホテル、航空会社、これのね、細かいニュースね、まとめて紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。はい、ということで、一番最初に JCB からですね、JCB、えー。 最大20倍ポイントアップ祭りということで、第1弾のね、コンビニということで JCB カードからですね、こういったキャンペーンが来ております。4月の16日から6月の15日ということで、今すぐね、対象ショップでポイントアップ登録ということで、こちら全部登録する必要が あるんですかね。で、こちらなんですけども、一応ね、4月の16日から6月15日ですね、ポイント20倍ということで、キャンペーン始まるわけなんですけども、こちらね、カードクラスによってね、還元率が分かれておりまして、残念ながらですね、この20倍っていうのはザ・クラスっていうね、一番上の招待制のカードが20倍ということで、で、こちらね、20倍なんですけども、還元率にすると10%還元なんですよね。ですので、20% 1% 5、5%、5%って言った形になりますので、まあこちらね、JCB カードでですね、ザクラスね、利用されている方はまあいいのかなっていうところなんですけども、まあそれ以外の方はですね、まあこちらね、今回コンビニっていう風になりますんで、 ファミリーマートも入ってないですしね。三井住友カードのね、えスマホタッチ決済ね、基本7%、最大20%ね、あの、V ポイントアッププログラムで利用していただければ、まあ利用することできますんで、私でもですね、9%とか、今ね、あの、家族ポイントとかね、入れさせていただいて、11%とかまでね、上げられておりますので、まあほとんどの方はですね、そちらの方で利用した方がね、こちらだったらね、まあ最低でも7%取れるっていうふうになりますんで、まあ基本的にこっちでいいかなっていうところですね。 こういった感じでね JCB でキャンペーンやっておりますのでこちらと合わせてねどっちが還元率高いか見てね利用していただければなっていう感じですねそれでは次にダイナースカードポイント還元率一部変更に関するお知らせということでこちら結構前にね発表があったんですけどもとうとう2024年4月の16日からこちらね実施がされましたでちょっとねおさらいさせていただきますけども、えー、還元率が、えー、カード利用額200円につき1ポイント、えー、適用開始が4月の16日分からということで4月の この16日以降からですね、こちらね、200円に1ポイントにね、下がってしまうということで、国税都道府県市区町村取扱いの各種芸術税金、ふるさと納税、公金、公金、税金にかかるシステム使用料、決済手数、その他クレジットカード払い可能な税金等ということで、基本的に税金の支払いが4月の16日からですね、200円に1ポイントということで、0.5%還元になります。またね、公共料金の水道料金とガスに関しても、 え200円に1ポイントでね変更になるということでもうねあのどこのところを使っていただいてももうねえ200円に1ポイントでね変更になるということで0.5%還元に下がるっていうところですねでこちらに記載ある通りですね今回の改定はまあここのね利用分がま200円に1ポイントに下がりますよということでまあそれ以外のところに関してはえ特に変更がありませんでまたねダイナースクラブプレミアムカードデルタスカイマイルダイナースクラブカードマイレージプラスダイナースクラブカード マイレージプラス、ダイナーズクラブ、ファーストの1回ばかり、リボルリング払いも、共ともに上記の還元率が適用されますということで、まあこちらもね、適用されます。で、こちらにね、重要なことが書いてありまして、ジャルダイナースは引き続き200円に1マイルとなる対象加盟店はございませんということで、なんとですね、ジャルダイナースに関しては、税金の支払いでも、100円で1マイルはね、獲得することができる、1%還元でね、利用することができるっていうふうになりますので、こちらね、 非常にいいですよね。ですので、JAL のダイナースね、今後 JAL マイルを貯められている方で、税金の支払いね、利用していただく方はですね、今後ね、JAL ダイナース利用していただくのがね、非常にいいのではないのかなと思います。またね、ビジネスカードを個人経営されている方だったり、法人とかね、利用されている方は、この JAL ダイナースですね、追加料金が6000円ぐらいだったかな。はい、あの、ビジネスアカウントっていうカードも作れますので、あの、利用していただければですね、まあ、決済手数料はね、かかってしまいますけども、 100円で1枚ね取れるっていう風になりますんで、セゾンプラチナがですね、えー、税金の支払いがね、えー、還元率悪くなるっていうことが発表されましたので、まあ、それの代替としてですね、このジャルダイナースで税金を支払ってジャルマイルを貯めるっていうのはね、非常にいいのではないのかなと思います。それでは次にですね、こちらね4月の8日にね、ペックスからのお知らせで来ているわけなんですけども。 t ポイントから v ポイントに変更になりますということで、4月の22日よりですね、t ポイントで v ポイントが統合し、とうとうね、えー、新しい v ポイントにね、変わりますよね。来週の月曜日からね、とうとう変わるわけなんですけども、この p e クスの公式サイトでね、p e クスからポイント交換は現在の t ポイントの交換申し込みページから引き続き可能となりますが、 上記の変更に伴い、ペックスからの交換先、T ポイントの名称を以下の通り変更いたしますということで、変更前 T ポイント、変更後 V ポイントということで、こちらね、T ポイントがそのまま V ポイントになるということで、変更日はね、来週の月曜日からっていう風になるわけなんですけども、T ポイントっていう表記になっている場合でもね、新ポイントサービス V ポイントへの交換が可能になりますということで、まあ名前がね、T ポイントから V ポイントに変わって、 今後ね、利用することができるということで、こちら安心ですよね。というのも、2020年の3月1日からですね、この t p e x からね、V ポイントの交換っていうのは、まあ終了したんですよね。で、これどうなっていくのかな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども、まあこちらね、今後は、このね、 t ポイントに交換していただければ新しい v ポイントにね、交換できるっていう風になりますんで、まあ、ちょっとこれでね、もう v ポイントに交換できないのかな、なんていう風に思っていたわけなんですけども、今後はね、この t ポイントがそのまま v ポイントになるということで、まあ、ルートはね、閉鎖にならないということで、これはね、安心ですよね。まあ、こういった感じでね、発表されておりますので、まあ、おそらくですけども、他のポイントサイトもこうなっていくんじゃないかと思うんですよね。まぁペックスだけこうなるっていうこともね、ちょっと考えづらいので、まあ ねとかね今 T ポイントに交換できておりますけれども、まあ、そのまま T ポイントが V ポイントになるんじゃないかなっていうふうに思いますのでこの点ね覚えておいてください。 それでは次にですね、こちら aupay のクレジットカードなんですけども、これね、まあ使ってる方ほとんどいないと思うんですけども、結構衝撃だったんでね、ちょっと紹介させていただこうかなと思ったんですけども、外貨ショッピングでも利用を受ける、えー、事務手数料改定のお知らせということで、えー、外貨でのね、えー、決済事務手数料ありますけども、こちらはね、今ね、えー、っと、1.55、えー、税込み1.7%らしいんですけども、 これがなんとね、3.85に改定ということで、まあ最近のね、円安等々のね、影響も受けているのかもしれないですけども、aupay のクレジットカード、一般カードと aupay のゴールドカードね、両方ともね、こちら改定がね、発表されたということで、こっちは倍以上になってますよね。 すごいね、上がり方でね、結構びっくりしたわけなんですけども、2024年6月20日以降に処理された売り上げよりね、こちらが適用になるっていうふうになりますんで、三井住友プラチナプリファードとかのね、あの2.2%かかるけども、3%還元であったり、イデアレボリュートね、ありますけども、しばらくね、この外貨事務手数料って変更が来てなかったので、まあ、今回ね、aupay カードね、こういった感じで先日もどっかね、入ったと思いますけども、今後ちょっとね、上がってくるんじゃないかと思って んで,すよね、ですので、まあ、積極的に、ね、三井住友プラチナプリファードであったり、イデアレボリュートをね、利用していただくのね、非常におすすめっていう風になりますんで、これはね、ちょっと衝撃の上がり方ですよね。まあ、今後ね、他のところで上がらないことをね、まあ、祈っておりますけども、円安の影響ね、かなりすごいんでね、ちょっと上がってもね、おかしくなさそうですよね。 それでは次です。えー、とうとうね、a u p a y プリペイドカードデザイン機能一新タッチ決済やバーチャルカードに対応ということで、えー、4月の17日に a u p a y メン n 株式会社から発表が来ております。このね、a u p a y プリペイドっていうのはですね、もうずっとね、カード券面も変わらずね、えー、利用することができておりましたけども、とうとうね、タッチ決済に搭載して IC チップも搭載されて、バーチャルカードもね、 え、登場ということで、発表がされました。2024年4月の23日よりデザイン機能リニューアルした新しい AUPay プリペカードを申し込み開始いたしますということで、残念ながらですね、こちらね、発行手数料が今まではね、無料だったわけなんですけども、600円かかります。で、またね、バーチャルカードは輸入前ル前の プラスチックカードをご利用のお客様は、プラスチックカードをお持ちでないお客様も、発行手数料無料で利用いただけますということで、まあ私みたいにですね、今のね、 え、カード持っている方であったり、持ってない方に関しても発行手数料無料でね、バーチャルカード利用することができるということで、こちらはね、いいですよね。まあ、このカードでね、決済されている方は、まあ私の動画を見ている方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、まあ、もしね、発行される方はですね、今後ね、600円かかってくるっていうふうになりますんで、この点ね、ご注意いただければなと思います。 それでは次です。こちらね、一瞬で終わりますんでね、ぜひやっておきましょう。三井住友カードのナンバーレスとかね、えー、無料のクレジットカードでもいいので、この選べる無料保険のね、対象のカードを持っている方は、 本当にね、1分ぐらいで終わるね、あのアンケートを答えるだけで50ポイントもらいます。こちらは概要欄に載せておきますんでね、サクッともらっといてください。対象カードは、プラチナプリファードとかね、ナンバーレス、一般カード、ゴールドね、入っておりまして、一応プロパカードはね、対象になりますけども、本当にね、すぐ終わりますんでね、ぜひやっておきましょう。それでは次です。ホテルニューオータニのクラブビザー、私の動画で、ね、紹介させていただいておりますけども、なんとね、こちらの交換先である2500ポイントの ランチ券、またね、5000ポイントのランチ券、交換終了してしまいました。こちらね、私の動画ずっと見てる方ね、知ってると思うんですけども、これね、V ポイント2500ポイントで、このプレミアムクーポン1交換することができるんですけども、これランチ券、ディナー券だったりするんで、こっちはランチ券か、こっちはディナー券入ってくると思うんですけども、これね、2500ポイントで、 え、ホテルのね、あランチ券、二人分利用することできるんですよね。まあ、こっちも二人分ということで、めちゃくちゃお得じゃないですか。2500ポイントですからね。すごいですよね。まあ、めちゃくちゃお得だった。 っていうところで、やはりね、こちら交換終了ということで、えー、もうね、利用することができなくなってしまいました。一応ね、1万ポイント以上でね、ま,あ、でまだディナー券であったり、学券とかはね、あの利用することができるっていうふうになるわけなんですけども、まあ、一番お得だったね、ここがちょっとなくなってしまったということで、まあ、ちょっと残念ではありますけども、えー、こういった感じになりまして、交換終了って書いてあるんでね、もう復活は多分しないと思いますかね。 まあ私もね、3万ポイントで、あの、ガーデンスイート、ガーデンタワースイート朝食ね、利用させていただきましたけども、非常に良かったんでね、ぜひね、こちら気になる方は、このカードがないと V ポイントからね、こちら交換することできませんので、発行ねしてみていただければなと。 思いますそれでは次です。アマゾンスマイルセールがゴールデンウィーク4月の22日23時59分までのんびり楽しくさあリフレッシュということでキャンペーンがやっております。最大8%ポイント還元でエントリーしていただいて1万円以上利用していただくと amazon プライムの方は1.5%還元。a z o n カードで払うとさらに上乗せで3%還元ということで4.5%還元。で、またねスポーツ、アウトドア、用品利用していただくと3.5%ということで合計8% 関係がね。取れるキャンペーンが来ております。 でですね、今回キャンペーンがやっているということで、今ね、顔のまとめ買いキャンペーンとかもやっておりまして、5000円以上で1000円オフということで、5000円以上ね、まとめ買いしていただくと、1000円オフでね、購入することができたりするね、キャンペーンも来ておりますので、ここら辺もね、概要欄に載せておきますんで、ぜひチェックしてください。それ以外には、えー、オーディブルですね、こちら、聞、え、く、ー、読書っていうやつですよね。2ヶ月無料体験ね、やっておりますんで、こちらもね、非常におすすめです。2ヶ月完全無料で利用することできますんでね。 で、また、えー、私の大好きなね、アンカー商品なんですけども、利用しているのはこれとこれ、まあ、ここら辺はね、YouTuber だからっていうところがあるんですけども、まあ、これはね、まあ、デスク綺麗にしたい方はね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、あんまり私は活躍しなかったですね。はい。で、これですね、一番おすすめなのは、カバンに入れてね、常に使わせていただいております、コンセント付きで、モバイルバッテリー付きのコンセントですね。 で、えー、USB Type-C が2つ、Type-A が1つありますんで、あの、今ね、あの、こういったね、マグセーフだったりね、Q2 とかね、あの、充電企画がありますけども、やはりね、優先にはね、絶対叶なわないんで、まあ、優先で充電すると、やっぱりね、iPhone とかめちゃくちゃ早いんでね、まあこっちでもいいですし、こっちでもいいっていうところですね。ちょっと私はね、こっち使っててね、なくしてしまったんですけども、やはりね、口がね、1個ずつしかないんで、私はちょっと足りなくて、こっちにしたんで、まあこちらね、あの、利用する頻度でね、あの、 決めててていいいただけけれればなと思ううんででですすどもやははりそののままコンセンセトににして充電できるっていうのはね本当にいいですこういうねあのコンセントじゃなくてケーブルで充電しなきゃいけないので私最初ねこういったのを使ってたんですけどコードを挿して充電するっていうのはね本当にめんどくさくてこっち使ったのに、ね、もう本当に快適すぎてねこっちがおすすめですね、まあ、それ以外にはこれも使ってますしあとねこれですねこれもめちゃくちゃいいです 三口あって、えー、しかも 67W 出て、えー、20%オフなんでね、これもめちゃくちゃいいですね。で、今回ですね、こちらをね、ちょっと狙っておりまして、毎回のセールのためにね、ちょっと見てしまうんですけども、家でね、利用するときはですね、有線で充電するのがめんどくさいんですよね。ですんで、これをね、買おうかなって、ちょっと考えております。こちらね、本当に、えー、っと、数ヶ月前にね、出た新商品なんですけども、 25%もね、下げてくる。まあ、これはね、多分狙ってこうしてんのかな <laughs>、なんていうふうに思うんですけども、ちょっとね、こちらを考えてますかね。で、コンセント自体は、えー、マグネット式のが、まあ、ワイヤレスバットが1個ついてて AC が3つ、USBA が2つ、C が2つということで、まあ、十分ね、これでいいかなっていうところで、まあ、ちょっとね、これを買おう、多分買っちゃうかな <laughs>。っていうところですかね。えー、それでは次にですね、先日ね、あの、イオンのオーナーズカードはですね、 アプリに、ね、登録できるようになりましたということで、解説動画ね、出させていただきましたけれども、今までね、このイオンのオーナーズカードっていうのは、えー、一番低いね、あの株数持っていても3%の還元が受けられるわけなんですけども、えー、今まだ現金でしか受け取れなかったんですよね。この部分ですね。これがなんとね、えー、今回から和音ポイントを受け取りがね、できるようになりましたということで、この英語の和音ポイントっていうのはですね、ANA マイル、JAL マイルにね、交換することができるっていうふうになりますんで、えー、今回ね、えー 期間で 8, 8円ね。まあ、私はね、あの、イオン自体は高いので、イオンの格安系のね、まあ、お店で利用させていただいているわけなんですけども、まあ、ここで利用させていただいて3、3%還元。7, 7 88ポイントがね、獲得することができたということで、まあ、こちらで 70%AD マイルとかにね、交換することができるっていうふうになりますんで、やはりね、これがポイントでもらえるようになったらね、非常に大きいですよね。ぜひね、このオーナーズカードね、もらうためには、まあ、イオの株をね、今30万円ぐらいすると思うんですけれども、まあ、持たないとね、 もらうことはできないんですけども、ぜひね、興味のある方は、イオンの株を買ってね、イオンオーナーズカードをね、読まして買い物していただければ、こちらね、獲得することができるっていう風になりますんで、まあ、日常のね、支払いでもね、やはりマイルが貯まるっていうのはね、非常にいいんでね、ぜひ利用してみていただければなと思います。 それでは次ですね、PR タイムズからね、こちら、セントリアのね、キャンペーンで来ているわけなんですけども、タイが君を待っているタイ航空とセントリアとケリーっていう会社で共同企画でね、モニターツアーをね、募集しております。3泊5日、プーケットモニターツアーですね。 いや、いいですよね。しかも、5つ星のリゾートホテルが、えー、ゾウノリアクション付きで利用することができて、えー、特別価格9万8000円で、えー、朝食3食、カクテルパーティー、ゾウノリアクション、アクティビティが付いて、9万8000円。こちら、飛行機代も込みですからね。これはいいですよね。で、モニターツアーの詳細がですね、4月の22日までに応募で、モニター料金9万8000円が払える方、えー、海外旅行保険を自分で手配できる方、 え、体育入国時に、え、パスポートの残存期間が6ヶ月以上あるパスポートを持っている方、え、1組2名、代表者1名が応募してください。鍵アカウントではないインスタアカウントをお持ちの方、2名とも必須。ツアー中インスタグラムのストーリー投稿、フィード投稿していただける方、事前説明会に参加できる方、こちらセントリアなんでね、え、栄ということで、名古屋の会場で、まあ、オンラインも OK みたいですね。で、えっ、ー、とね、 注意していただきたいのは、こちらね、えっと、顔出しがね、できないとダメみたいなんですよね。はい。ですので、この点ね、あ、こちらですね、メディアバイブ隊への顔出しが可能な方ということで、まあ、こちらね、航空券込みでね、9万8000になったら、まあ、結構いいのではないかと思いますので、気になる方はぜひね、応募してみていただければなと。 思います。それでは次に、えー、羽田空港足湯カフェボディケアラック、えー、プライティパスがね、利用することができる、羽田空港第一ターミナルのね、レストラン特典の一つなんですけども、えー、朗報と秘報ということで、まず秘報が、えー、到着時に利用することができなくなります。私みたいにですね、えー、到着時に利用して、えー、帰るみたいなことが、えー、6月4日からだったかな、えー、利用することができなくなります。ですので、今後はね、出発時のみという感じになりますんで、この点ご注意ください。で朗報 こうなんですけども、で、こちらですね、プライティパス、クラフトビールナッツ、えー、足湯75分ということで、足湯を1時間ちょっと楽しみながらお酒が飲めちゃうっていうところでね、まあ多分1杯だけだと思うんですけども、まあこういったのもね、利用することができるようになったということで、これは良さそうですよね。それでは次にですね、アメリカン航空のアメニティとかですね、こちらね、一新されるということで、プレスリリースが出ております。こちらがファーストクラスかな で、こちらがビジネスクラスで、こちらがプレミアムエコノミーということで、まあ、こういった感じでね、刷新されるみたいですね。まあ、アメリカン航空のね、私、上位クラスね、乗ったことないですので、これはちょっとね、期待ですよね。またね、あの、食事等々もね、一新されるみたいですので、アメリカン航空のね、上位クラス、乗る予定のある方はですね、ぜひね、こちら、チェックしてみていただければなと思います。一応、YouTube とかもね、出てるみたいなんでね。 それでは次ですね、JAL がネインサーチャージ改定を発表しております。2022年6月から7月発見分、今回のサーチャージ改定上がるということで、まぁ原稿はね、こちらになって、東京から北米であれば片道3万3000、ま食らうわけなんですけども、これが6月1日から7月31日発見分まで、 3万5000円ということで、往復すると7万円ネインサーチャージで取られるっていう風になります。こちらね、やはりまた円安がね、進んでいる影響等々もね、あると思うんですけども、こういったことがね、発表されましたんで、特典航空券、JAL マイルを使った特典航空券発見される予定のある方は、5月31日までに、ね、発券していた方がね、こちらが適用されるっていう風になりますんで、ぜひね、早めに発券しといてください。それでは次ですね、成田空港のシャワールーム無料キャンペーンね、 こちら延長されておりましたね。9アワーズがね、JAL のね、えっと、ステータス持っている方とビジネスファースト利用されている方は、JAL 国際線ご利用なり、成田空港到着の当日のみのお客様で、ファーストクラス、ビジネスクラス、ダイヤモンド、JGC プレミア、サファイア、JGC ということで、こちらの方はですね、JAL で帰国するとですね、9アワーズね、シャア無料で利用することができるわけなんですけども、4月1日からですね、またね、延長されているっていうふうになりますんで、 こちら無料で利用することできますんでね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。えご利用方法は、地下にある9アワーの受付で、到着便のご搭乗券か、フライオンステータスカード、また JAL グローバルカードを提示してくださいということで、ファーストクラス j m b ダウンド、JGC プレミア、サファイア、JAL グローバル会員のお客様同便に到着のご搭乗者同伴者1名まで、ね、ご利用いただけるんですね。これはいいですね。 で、次に ANA ですね。ANA もね、ネイサーチャージ上がるのはね、発表されております。内容はね、JAL と一緒ですので、えー、割愛しますけども、ANA に関してもですね、特典航空券発見される方は5月中までにね、発見していただいた方がね、お得になるって言ったがちに、 なります。それでは次にですね、なんとね、ハワイ限定で航空券タイムセールが ANA で行われております。えー、販売期間が4月の18日から4月の24日、23時59分まで、登場期間がかなり長くてですね、5月の1日から2月の28、来年の2月の28ということで、えー、セールがね、出ておりまして、今回ね、ハワイ限定ということで、ハワイのみのね、 航空券のタイムセールということで、これは珍しいですよね。で、路線がですね、成田ホノルル往復のエコノミークラスの場合だと87000万円最安。 で、羽田ホノルルの場合、エコノミークラスだと10万1000最安。で、成田ホノルルのプレミアムエコノミーだと13万7000往復ということで、ANA、うん、マイルね、貯められている方で、ネイルサーチャージ払いたくないよっていう方は、ANA、うん、スカイコインね、交換していただいて、こちらね、購入していただく。まあ、エコノミークラスにはね、なってしまうかと思うんですけども、まあ、こちらで、ね、利用していただければ、ネイルサーチャージかからないでね、利用することができるっていうふうになりますんで、こちらもね、結構、 おすすめです。またね、昨年の3月までね、ANA スカイコインキャンペーンで、ね、来ておりましたんで、そこで大量にコインね、交換された方はですね、こちらね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、登場期間ね、5月1日から来年の2月の28なんでね、かなり長期間やってますんで、ぜひね、価格チェックしてみていただければなと思います。 それでは次にですね、こちらね、ムームー証券なんですけども、めちゃくちゃいいキャンペーンが来ております。こちらね、ご紹介プログラム、一人につき最大2万円ということで、これち,ちょっと2万円はね、あの結構ハードルが高いんですけども、これね、家族で紹介していただくとですね、紹介された方はですね、1万円以上入金していただくとですね、1万円のね、アマゾンギフト券もらえてしまうっていうふうになりますんで、もしね、これからやりたいっていう方は、 こちらね、紹介プログラムで入会された方は、1万円以上入金するだけで、人気メール柄が確実にもらえるんですよね。まあ、これを売却していただければですね、そのままお金になるっていうふうになりますので、まあ、こちらで入会するか、もしくは、ポイントサイトハピタスにもですね、案件が6600円分のポイントをもらえるね、案件も出ておりますので、まあ、こちらで人気株を狙うか、もしくは、ポイントサイトで手堅く6600円狙うか、まあ、これはね、お好みになるかと思うんですけれども、 一応人気銘柄ということでね、ここら辺も来るかもしれないということで、まあこちらね、お好みにはなりますけども、これから入会される方はこっちか、こっちかをね、選んでいただいて入会してください。で、入会したらですね、ご家族の方にね、紹介して1万円で入金してください。そうすると、1円以上入金するだけで紹介した方は1万円もらえるんですよね。Amazon ギフト券。めちゃくちゃいいですよね。 で、またね、30万円に入金すると、まあ、プラスでもう1万もらえるんですけども、まあ、30万円入金するのは、ね、結構ハードル高いかな、なんていうふうに思いますので、まあ、これはね、あの、人によると思うんですけども、ひとまずね、あの、家族の方に紹介して1万円入金していただくと、紹介さした方はね、1万円もらえるっていうふうになりますので、これめちゃくちゃいいですよね。 ぜひこちらね、家族間でね、やっていただければですね、まあ家族多い方であれば数万円稼げると思いますんで、1円入金して30日残高維持するだけで OK ですんでね、これはね、ぜひね、ムーム証券ね、口座解説してる方してない方ね、両方ともぜひね、利用してみていただければなと思います。これね、非常にいいですよね。 で、一応ね、紹介された方がですね、30万円以上入金すると、え、本当は1株しかね、あの、人気銘柄もらえないんですけども、4株以上もらえるんですよね。はい。これもね、すごいですけども、やはり30万円のね、あの、ハードルは高いと思いますんで、まあ、こちらね、あの、お好みにはなるわけなんですけども、まあ、このキャンペーンね、非常におすすめなんでね。一応ね、私の紹介コードもね、概要欄に載せておきますので、もしね、人気銘柄を狙いたいっていう方はですね、そちらからね、利用してみていただければなと思います。 それでは次です。TikTok ライトキャンペーンがですね、まだね、継続してやっているわけなんですけども、 なんとね、今ね、条件が変わりまして、ログインするだけで2000円もらえるんですよ。ですので、TikTok ね、利用したことない方に関してはですね、ぜひね、こちらやってみていただければなと思います。もちろんね、こう2000円分ね、ポイントでもらえますので、各種マイルもね、交換することができますし、現金にもね、ポンタポイント経由で、現金にもね、できるっていうふうになりますんで、これめちゃくちゃいいです。本当にログインするだけでもらえるっていうふうになりますんで、気をつけていただきたいのは、初めてね、TikTok ライトをね、ダウンロードする方、 限定になると思いますので、この点ね、注意していただければなと思います。まあ一応ね、さらに2500円、毎日ね、ログインするだけでね、さらに2500円もらえるんですけれども、まあここまでやんなくてもですね、ログインするだけで2000円もらえちゃうっていうふうになりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですよね。なんでこんなキャンペーンやってんのかちょっとわかんないですけども、ぜひね、こちら、利用していただければなと思います。利用方法ね、概要欄に載せておきますんで、まあログインだけ2000円、これはね、本当にすごいですよね。 ぜひ利用してください。はい。ということで、今回ね、ちょっと細かい話ということで、まとめてね、紹介させていただきました。公式サイトあるものに関しては全部ね、概要欄に載せておきますので、是非ね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気になった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、P p 診断、マイル診断、マイルクリガ診断、ポイントサイト診断ね、やっておりまして、またね、あのクレジットカードのね、限定動画、こちらで配信 しておりますのでこちらもねぜひチェックしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ